もっちゃん。じゃあどこ行くの？どこ行くの？ママいないけど。二人で行く？二人で。ねえ、楽しみだね。おっちゃん、こっち向いて。お散歩？散歩？散歩行く？行こっか。準備しようじゃ。ねえ、おっちゃん。私はお仕事が終わって帰ってきたんですけど、今日はお手伝いさんとポーちゃんと待ち合わせをして、春を見つけに行こうというツアーをやりたいと思います。でね、今ね、公園で待ち合わせしてるんで、ポーちゃんとお手伝いさんがね、そろそろこっちに公園に、ね、待ち合わせしてるんで来てくれると思うんでね、撮影を始めてみました。ちょっとね、暑いからさ、マクドナルドでコーラの S を買って飲みながら歩いてきました。暑い。ポーちゃん、じゃあ行くぞ。楽しみだ。ポーちゃん、二人でお出かけ。楽しみ。公園やってく？ポーちゃん、公園ちょっとタイム来たかも来たかもしんない。来ました来ました。ポーちゃんがチャーンってなってる。チャーンってなんか入るの手こずってますね。見えるかな？見えなくなっちゃったあ、こっち来たこっち来た。ちょっとね、親子がいるんで映せる。私が移動します。来ました来ました。おーちゃんと公園に来た。二人。暑い暑くない？暑いね。
坊ちゃんと待ち合わせはできました。お手伝いさんと無事に出てきてくれた。やっぱ座ってるし。すっごい可愛いから見ててね。あ、でも取れてる。これ飲んで、お腹冷えた、お腹冷えた、あ、お腹冷えた、やばいやばいやばい、これやばい、もう一回ダメだ。もう一回ダメかも。ちょっと待って。遊び行こうって誘ったくせにさ、靴ずれだとか腹が痛いとかさ。無理かも。ひどいよ。それにしても暑すぎじゃない？暑いね。これちょっとやばいわこの暑さ。風がぬるいもん。うん、これは。こっち暑い暑い暑いだ。はい。でかっ。よかったでしょ。うん、こうやって上がってました今。ベリーってだんなんか歩いてる時はさ、風がさ、うん、冷たく感じてさ、気持ちいいかもって思って歩いてたんだよ。ちょっと顔鳴らしてねえ、坊ちゃん、それだけおしっこするんじゃん。じゃあ肌を探しに行こうツアーはちょっとここだけ歩いてよくかな。父ちゃん歩いてたらうんち出そうなおケツしてるね。うんちだけしてくれないかな。ダメ、こダメ。悪さばっかりする。ないや。
回戻ろう。ダメだすの。そこ開けられないんだよ、ポーチが。こっちおいで。水飲もうよ、お水。今新しく交換したからさ。こっちゃん。こっち来て。なんだよ、ポーチ。よかったね。それ暑いよ。せっかくさ、ママがちょっと遠くの公園行こうって言ったからさ、急いで準備したのに。すぐ帰ってきちゃったの、坊ちゃん。残念だね、暑いから。これからの季節は気をつけないとね。坊ちゃん、かわいい笑顔。なんか気持ちいいね、冷たくて。これ初めて成功してるの見たかも。で、遠目だからかな。この顔ちょっと狙っていつ来るかいつ来る。あー、ダメだった。あ、でもすごいなんか反射神経いいんだけど。あれおかしいな。最初だけだね。すごいな、この終わり。もうブー太郎ちゃんになっちゃうから。ダメ。初めて見ました、私成功。で、最後はお座りしてほしい。この顔を見ててください。ブー太郎の顔ね。でよ、
白ごまさんするか面白いよ。全く見えてなかった今。おでこに当たった。